はい、これだけ。兄貴、あ、ふわ、あ、いや、粉身が入ってる。粉身ちゃんが、うん、やろう、はい、ちょっとするな。なるんだよな。兄貴、ん、何ニヤニヤしてんだよ。いや、こなみもう出たかな。どうしたかな。お、先生何してるんですか、こんなところで。いやいや、今頃誰だろうなと思ってさ。誰だろうな。それじゃ後ろ隠したのは何ですか。いや、だからこれはさ、ここ怒ってたからさ。そんなはずありませんよ。さっき来た時ちゃんと籠の中入ってたんですか。ちょっと待て待て、お前。はい、さっき、じゃあお前さっきからずっと。いやそうじゃないですよ。私が来たら彼女が入ってるんで、もう一回出直してこようと。うまいこと言って嘘ばっかり。問題だぞよ、ね、どっちが全然問題なんですか。そうですね、それじゃここは。あれ、あれ、あ、私のブラジャー。ちょっと、何これ。いや、あれ、もういやらしいんだから。ちょっとバカ。バカ。や立てるんだよ。昨夜暑くて寝れなかったんだから。暑くてじゃないでしょう。いやらしいことばっかり考えてるからよ。おい、ちょっと待てよ。あれは誤解だっつってるだろ。あれはね、そもそも男やもめってやね。いやらしい兄貴、なんか変なことしたんじゃないんだろうね。うるせえ。
コナミちゃんはね、大事な人なんだから。いくら不自由してるからってさ、おかしな真似してくれんのよな。うるせえってんだろ、お前は。ねえ、兄貴。一体さ、何があったんだよ、何が。何にもねえよ。兄貴。そんなに聞かなかったらな、先生聞け。だからそれは誤解だって、私はたださ、ちょっと言い訳は結構ですから、早く朝ごはん済ませてくださいよ。だんだんこの家の主みたいになってきやんだよ。主？いや、ムシムシするなって言ったのよ。少しうるさすぎるよな、あいつ。ほんと夏休みだっていうのに朝寝もさせてくれないんだもんね。こなみのことかよ。そうだよ、お袋じゃないんだからさ、あんまり偉そうな態度するなってお父さん言ってやってよ。確かに近頃少し出しゃばりすぎないとな。少しどころかさ、今じゃまるであいつの方がご主人様だもんね。あの子にはね、物のけじめってものはついてないんだよ。いくら慣れたからったってさ、手伝いはお手伝い、主人は主人なんだよ。親しき仲にも礼儀ありっていうことをね、お前たちもよく覚えておきなさいよ。そろそろ嫁に行くといいんだよね。あんなのもらいてあるか。バカにして。お父さんのお嫁さんにしちゃえば。やめて。早くご飯食べなさいよ。そうか、お邪魔なんだ。バカ野郎、朝っぱらから居眠りなんかしやがって。いやね、平気、昨夜暑くてさ、一睡もできなかった。暑いのはみんな同じ、夏は暑いの。それよりお前その鼻なんとかしろ。ググググ、うざしょうね、お前は。欲求不満だからってね、そうやって人に当たることないでしょう。何、うん、それは言えてる。なんだと。じゃね。なん、おい、あれ、お使い、暇もらうの。えどうやらお邪魔虫になったようだから暇もらうって言ってるのよ。じゃね。なに、クラちゃん、一体それどういうことなんだよ。おい、クラちゃん。あ、何言ってんだあいつ。バカねえ、担がれてんのよ。どうしてよ。だって暇取るのに手ぶらで行くわけないじゃない。あ、そうか。にゃる、脅かしやがってバカやる父よ。なにその顔。えあの子が出ていくのそんなにショックなの。別に、あの子が出てったって別に何とも思っちゃいねえよ俺は。あら、ほんと。ほんとだよ。たかだかお手伝いの一人や二人いなくなったってどうってことないよ。そう、その通り。その通りだよ。ところが一気になるガタ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 しちゃって、呼んでくる。いいじゃないの、ほっぽっとけば。そういうわけにいかないよ。俺はこの現場の責任者なんだから。だってさ、今日は暇なんだからいいじゃないのね。それにほら、こんなに暑いしさ、頭数はなるべく少ない方がいいでしょ。そりゃそうだけど ね。あらら、ほら、こんなに汗かいちゃって。ね、だから私拭いてあげるから。いいよ、俺自分で拭くから。遠慮しないでいいから。おい、ね、ちょっと誤解されるようなことするなって。誤解でもいいからされた。いや、しかしお前、こんなとこ誰かやった。いや、もう熱くて。ちょっと、ちょっと、ちょっと、あれですか、怪しい雰囲気じゃないですか。そういうふうに思える？決まってるでしょ。こんなにもバカ熱いのにさ、二人でぴったりくっついて。実さん、なんかしたんですか。お蝶が誤解されたかってるんだよ。お蝶で聞け。長さん、それはね、僕もおふくろに散々言われてるから半分諦めましたよ。だってまた、だからってその僕の目の前でこんな男に迫ることはないじゃん。こんな男とはなんだ、こんな男とは。だってどっから見たってこの顔が女いんです。どっから見たってとは何だ。どっから見たってとは。もうあんたね、諦めたんだから焼き餅なんか焼くんじゃないの。そう、だから半分だけだっつってるでしょ。半分でも3分の1でも、大体用は何なのよ。締め切り今日じゃないでしょ。そうだよ。ああ、そうだ、忘れてた。あのね、お風呂からですね、リンゴ取れたんですよ。その中にあのお嬢さんに手紙入ってたんだよ。リンゴどこやったの。リンゴは、リンゴはあのお嬢さんのアパート後で届けんです。どうして。だってここ持ったらお嬢さんの口に入る前に、はい、お前このあとケチケチって出てます。何さくたのお袋からの手紙か。綺麗な字じゃん。うん、長子さん、この間お世話になりました。本当にありがとう。あなたのような素晴らしい人があのバカ息子の嫁になってくれるなどとは夢思ってもいませんが、あなたのことが実の娘のように思えてなりません。あ、お母さんたら。バカ息子のことくれぐれもよろしくお願いします。バカ息子だ。何ですかもう。バカ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 って人のこと。しかしいいな、お母さんって。お、どうだお蝶、そんないいお母さんだったら本当のお袋さんにしてみてな。ね、うん、ねえ、そうしようか。本当ですか。ってことはつまりお母さんの方だけね、息子いらないの。バーカ。
冗談？よかった、びっくりしちゃったよ。だってさ、いきなりさ暇をもらうなんて言い出すんだもん。でもさ、こっちだって自信なくしちゃうよね。こんなに一生懸命やってるのにさ、みんなにあんな風に言われてさ。いや、それはね、みんなね、コナミちゃんに甘えてんだって。そうかな。だってさ、みんなコナミちゃんに慣れてきただろ。だからさ、勝手なわがままが出てくるんだよ。でもさ、早く嫁に行っちゃった方がいいなんて言われるとさ、はぁ、行っちゃおうかな。どこに？だからお嫁さんに。よ、いや、だからさ、誰のところに？そうね、私の周りにいる独身男性って言ったら、うん、独身男性って言ったら、まずは、うん、目の前にいる一休さん。変な声出さないでよ。今ね、心臓にキュッてきちゃったの。それとサブちゃん。え？それからお料理学校。ダメ、あいつだけはダメ。じゃあリスケさん。え？まさか。まさかかな。本気なの？やっぱりまさかだよね。まあ帯に短し、たすきに流しってとこかな。じゃあお使い行ってくれ。私は行ってらっしゃい。あー、心臓にドキドキした。よくないよな、健康には。でもいいな、コナミちゃんってさ。あれも嫌だ、これも嫌だって、みんな勝手ばっかり言うから。何食べさせりゃいいのよ。あ、お母ちゃん、あ、私、うん、今からね、夕食のおかず作ろうと思ってるんだけど。どうしたのよ、元気ない声出して。うん、どうもしないよ。うん、心配ないから。あ、おかずね。まあ夏はみんな何も食べたくないから。うん、そう。お母ちゃん、ねえ、おかねえ、どうしたの？お母ちゃん、めまいがするもんだからね。めまい？うん、頭がね、ふらふらするんだよ。どうして言わなかったの？そんな大げさな、病気じゃないんだから。何言ってんのよ、大杉さんに見てもらわなくちゃ。笑われちゃうよ、鬼のかくらんだって。鬼のかくらん？うん、普段丈夫な人がね、ひょいっと病気になることだよ。それがかくらん？うん、まあ今で言う日射病だね。よいしょ。大丈夫？ほら、ちゃんと寝てなくちゃダメでしょ。やっぱり見てもらおう。ちょっとこの網。お母ちゃんがさ、病院とか注射嫌いなの、お前よく知ってるだろ、ね。うん、しょうがない人。ご飯は？うん、うん、食べてないの？うん、起きるとね、ほら今みたいになるからさ、もうそこら辺の残り物だけ。ねえ、アズは？え、夏休みの花から合宿行ってる。しょうがない子。じゃあさ、私が何か作ってあげるから。なあ、ちょっとだけだから頼むよ。やだ、そんなにやりたきゃテルちゃんに頼めば。テルトシの頭？うん、あの子の髪の毛柔らかいからいろいろできるよ。テル坊、お前これ欲しいって言ってただろ。やるよ。その代わり頭やらしてくれ。頭？うん、かっこよくしてやるよ。やだ。いいじゃないか。な？やらしてくれたらお兄ちゃんのモデルガンもやるよ。モデルガン？うん、待ってろ。相当の熱ね。どうするの？やらせてあげるの？品物見てから。
どうだ、どれでもいいのやるぞ。全部。お前これいくらしたと思ってんだ。全部くれなきゃやだよ。おい、しっかりしてる。よし、わかった、全部やる。本当？こなみどこ行ったか知らないか。おい、おう、なんで3人で仲良く遊んでんのか。これテルトシにやったんだ。あ、そう。そうだね、お前も子供じゃないしな。おい、いいお兄ちゃんに行ってよかったな。どこ行っちゃったんだ、このね。部屋で待ってるからな。何も分かってないんだ。おい、あ、先生。こなみどうした、こなみ。今取りましたよ。え？いやいや、嘘。嘘ですよ。何？それ、何か。いやいや、私の捨ててこは見つかんない、捨ててこは。そうですか、しょうがないな。それじゃマーケットでも行って探してきましょうか。いや、もういいよ、もう。今日はこのままでよ、このままで。そのままですか。何してんだいか。見ちゃいらんないわね、中年やもめの猿股姿。ビスケも早いとこ手打たないとさ、じきに謝っちゃうよ。うるせえ、余計なこと言うな。それ、こなみどうしたんだよ。まさか本当に辞めちまうんじゃねえだろうな。お手伝いの一人や二人どうでもよかったんじゃないの。そりゃどうでもいいけどさ、やめるならやめるってちゃんとけじめをつけなきゃ。そりゃ電話してみよう。取った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 。どこ行ってたんだお前は。パチンコ5メートル。この野郎。まあ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 聞いてよ。今ね、コナミちゃんと別れて帰ってくる途中さ、ほら、あの角のパチンコ屋が出血大惨事。そこで例のスロットマシン7がポンポンポン、ふわふわの4000発吐き出すだけ。温泉食べる。どうだよ俺の腕は。バカ野郎。それ一生懸命仕事してんのに。それよりこなみは。お使い。あ、まだ帰ってない。うん。やめちゃったんじゃないかってね。ディスケがさっきからそわそわしてんの。こなみちゃんのことは俺に任してよ。ちゃんと慰めといたからさ。何？あ、でもねちょっとめげてたからさ。これお土産。じゃん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 。そんなものばっかか。タバコはなし。あの子に。そう、コナミちゃん早く帰ってこないかな。どう？うん、おいしいよ。そうでもなさそうね。え？ずっと寝てたからね。私やっぱりマーケット行ってなんか見てくる。何を言ってんだよ。お前もう帰んなきゃダメだよ。こんなお母ちゃん置いて帰れるわけないでしょ。何を言ってんだよ、このぐらいの病気。お前はね、第一方向に上がってんだよ。え？昔はね、一旦方向に上がったら親の死に目だって帰らせてもらえなかったんだよ。古いんだから。ご主人様のお許しがなくちゃ補填で歩くことだってできなかったんだよ。何がご主人様よ。いいのよ、ちょっとぐらい困らしてやった方が。何を言ってんだよ。鶴ちゃんところはね、お前の大事な仕事場なんだよ。困らせていいわけがないじゃないか。うん、ちょっとカチンと来てるからさ。またしくじったの、なんか。うん、そうじゃないけど。嫌になっちゃった。わがまま言うんじゃないの。ね、少しぐらい嫌なことがあったってなんだい。お母ちゃん怒らなくたって。それにさ、夏休みで子供たちがみんなうちにいるんだろ。お前がそばについててやなくてどうすんだよ。そりゃまあそうだけど。もうお母ちゃんのことで心配しないで、さっさと帰んなもん。ほらね、だから。いやもう大丈夫だよ、横になってりゃもう落ち着くんだから。ね、早く帰って、子供たちのお昼の支度でもしてやんな。あ、それからね、お母ちゃんが寝てるんですよ。ダメだよ。どうして？決まってんじゃないか。鶴ちゃんが心配してね、お前を返して起こすだろ。そんなことになったらお母ちゃんの恥だからね。はいはい、わかりました。あ、腹減ったな、おい。うん、もう1時だもんね。どこ行ったんだろうね、あのすっとこどっこいは。ねえ、お昼まだ？まだ。ディスケ。はい。こなみまだかい。申し訳ありません。私はもう朝6に食ってないんだよ。そうですか。じゃあ、あのチラシでもお取りしましょうか。チラシ？はい。ねえ、夏はもう生ものよ、そうよ。それじゃあ、うなぎか何か。そうしよう。私も。高山、好きなんだから。
前たちも取っていいんだよ。いえ、あの、私たちはあんまり脂っこいもの。なおちゃん、私そうでもないけど。おいきゅう、そうめんまだか。はいはい、お待ちどうさまでした。頭終わったら来るって。あ、そうか、早く食べなさい。いただきます。ただいま。あ、遅くなっちゃった、ごめんなさい。どこ行ってたんだよ、お前は。どこ行ってたってさ、うちへ寄ったらお母ちゃんがね。さかちゃんとおしゃべり休んだのか。違いますよ、お母ちゃんがね。お母ちゃんが寝てたんです。ダメだよ。どうして？決まってんじゃないか。鶴ちゃんが心配してね、お前を返して起こすだろ。そんなことになったらお母ちゃんの恥だからね。すいません。いや、まあ母親の顔見に行くぐらい構わんけどもね、自分の持ち場だけはちゃんとやってくんなきゃ困るぞ。はい。先生はね、今日半日捨ててこなしでお暮らしになってたんだよ。んだろ、捨ててこ。そう、あれね、ボロっちくなったからね、捨てちゃったの。捨てた。はい、だからね、新しいの買ってきたんですよ。ほら、あれ。あのヨレヨレのやつが好きだったんだよ、私は。肌に馴染んでさ。どうしてそういう出過ぎたことするのかな、本当に。出過ぎたことですか？そうだよ、出過ぎてるんだよ。君はね、先生の奥さんじゃないんだから、下着まで手出さなくていいの。そうなんだよ、コナミちゃん。やいてんの。とにかくだ。おい、お前さんね、私は子供たちにズケ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 よく言ってくれるけど、それはそれで結構、その代わりにだ。自分のやるべきことはちゃんとやってくれないと困るんだ。いいかい？ご返事しなさい、ご返事。はい、わかりました。反抗的な言い方が。かっこいいだろ？ほら。ちょっとリスケと同じじゃない。兄貴の子供みたいだよ。バカなんだよ、バカ。なんだよ、これ、佐々木君。ほら、みんなお越しって。エルガンやっただろ。何をするんだお前。兄がかっこいいだろ。ねえ、リスケさん。ほら、それ、あ、うん。おー、やだろ、直せ直せよ。佐々木君、一旦直してやるぜ。せっかくうまくできたのに。いいから。また半日かかっちゃうぞ。半日かかろうが半年かかろうが、もう直すまでは飯食わさんから。え、じゃあ来い。行け、早く。見ろ、ほら。こういうことになるんだ、こういうことに。な、笑ってんじゃないよ。だからお前はね、この家の主婦なんだから、子供たちをしっかり見ててくれないと困るんだ。いいな。何てことするんだお前。主婦だって言ったり、お手伝いだって言ったり。ちょっとリスケさん、私は一体どっちなのよ。いや、だから先生がおっしゃるように両方だよ、両方。ちゃんと決めてよ。だ、昼間はお手伝いさんで、夜が主婦。それいかない。いい加減なんだから。今日はこれでおしまいにしよう。やれやれだ。かくてまた今日も終わりぬか。ね、リスケ付き合わない？あ、また俺に迫ろうっちゃうか。うん、今日はちょっとね、真面目な話があんの。真面目な話？どうせ暑くて寝らんないんだろ。付き合いなよ。まあな、サブにもちょっと用があるしな。おい、息、お前どうする？ああ、俺はね、飲まなくても寝れるから。あ、そう。じゃあ後片付け頼むぞ。はい、行こう。よし、行ってらっしゃい。ほら、捨ててこよう。新品じゃさ、肌に合わないって言うから。コナミ、朝顔の水どうした？いけない。朝晩2回ちゃんとやっとけって言っただろ。すいません。見たらこんなになっちゃってんじゃないか、お前。あれ、朝顔して一番高かったやつなんだから、気をつけてくれなきゃ困るんだよ。すぐやりますの。やったからもういいよ。ほら、入る、今から。いけない。何？沸かしてないの？だってバタバタしてたからさ。どうしてこうずっこけてばかりいるんだろうな。しかし、そうね、もう本当にやんなっちゃう。何？あ、すぐやります。どうも。やれ。早くもう。はい。ああ、先生、ほら、何しろこの暑いですからね。暑いのは誰しも同じ。今全国的に夏。どうしようこのやつと。もう。こ
小波ちゃんどうしちゃったのかな、何かあったのかな。リスケ、うん、真面目に聞くけどさ、そんなに私のこと嫌い？いや、好きとか嫌いとかそういうんじゃねえんだよな。じゃあどういうの？だからなんつったらいいのかな、やっぱりあのお手伝いがいいか。え？あのお手伝いってやっぱり小波ちゃんのこと？そう、あんたの兄貴はね、近頃あの子にイカレポンチ。お嬢姉さん、はい、上がったよ。あ、サビちゃん、それ一丁目の井上さんね。仕事だ、ほら、吐き行ってこい。兄さん、いいから仕事だから吐き行ってこいって言ってんだろ。はい、のり巻き上がり。あ、それからそれもついでに角曲がった高橋さん。へい、いいよ、私一緒に行くから。あのね、兄さんね、角の高橋、いいからいいから、あんたにはね、三月サラズがついてるから。さあ行こう行こう。そうそう、はい、行こう行こう。よ、はい、行ってきます。よ、はい、頼んだよ。一休もそうだけどさ、男ってどうしたチャンバラ娘がいいのかね。さっぱりしてるからじゃないですか。ほら、私だってさっぱりしてるよ。お嬢さんのはさっぱりしすぎなんだよ。どっちかって言って男っぽいんだよ、お嬢さんは。そうかな、結構色気あると思うけどな。ねえ、リスケ、ねえ、分かんない、この色気。いや、お嬢の色気もそれからさっぱりしてるのも俺ちゃんと認めるよ。本当？うん、むしろお嬢俺嫌いじゃないよ。本当？本当嫌いじゃないのね。むしろ好きっていう感じだな。いや、なんだと？慌てるなよ、誤解するなって。それはね、男とか女とかっていうそういう関係じゃないんで。俺はむしろ男、だってリスケ男じゃない。いや、もちろん男だけどさ、オスとかメスってそういうあれじゃないんだよ。おちょとは長い間仕事してきたろ、だから仕事仲間っていうか兄弟っていう感じなんだよ、そういう気持ちなんだ。やっぱり振られたってわけか。いや、そういう言い方するなよ。なあ、お嬢、俺仕事仲間と気まずい思いしたくねえんだよ。うまい断り方知ってんね。真面目に聞けよ。作田とだって変な関係になりたくねえんだよ。やっぱりあいつと一緒にさせたいわけ。そういうわけじゃないって。だけどさ、サクサっていうのはいいやつだぜ。分かったよ。だったらさ、もう一遍ちゃんと真剣に考えてやれよ。分かったっつってんだろ、聞くなよこのわさび。お嬢、わさびなんて聞かないってもんじゃないんだよ。し、うん、お嬢さん、これお袋からのリンゴ、アパート行ってマスターだけど帰ってこないもんだから。そう、どうもありがとう。ああ、サクさん、座ってどうだ。いや、今日はじゃあ。おい、サクさん、飲んでかないのかよ。うん、また。行ってやれよ、お嬢。だって今そんな気分になれないもん。何言ってるんだよ、わざわざ探してここまで来たんだぞ。出れって。やっぱり来てくんないのか。さくちゃん。お嬢さん、来てくれたんだね。会社のそばにね、いい店見つけたんだ。行こうよ。今日はやめとく。え？これどうもありがとうね。お母さんによろしく。ジョーさん。なんともしてやりようがねえんだよな。
おかわり。あれ今いたのにね。しょうがねえな。一休。はい。ちょっと見てこい。はい。どこ行ったのかな。コナミちゃん。あ、電話？うん、いいの。先生呼んでる。あ、そう。すいません、どうも。どうしたんだい。はい。はいじゃないよ。食事の時はちゃんとついててさ、食べさせなきゃダメじゃないか。はい。それでなったらだらしなくなっちゃうんだから。すいません。おかえり。はい。何しろ暑いですからね。お前ね、ラジオ体操みたいな顔して暑い暑いってバカの一つぼみたいに言うな本当に。すいません。だから。それであ、リスケどうしたのリスケ。お嬢さんと寿司金へ。なんだ。どういうやつらだ。自分たちだけいい思いしちゃがって本当に。あ、お次に行きましょう。いいよ、もうやめた。もうブチ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 言いながら飲んでもうまくもなんともないんだよ。じゃあご案内しましょうか。そうする。あ、小山ちゃん、先生もカレーね。はい。それでさっきからこの声臭いのはなんでだおい。飯とカレーとね、両方焦げてんだよ。しょうがないよ、もう。どうしたんだおい。ドジばっかりやって本当に。しっかりしなきゃダメだって言っただろおい。すいません。気にしない方がいいよ。そんなこと言ったってやっぱり心配よ。え？え？先生に言われたことだよ。ああ。何？なんか心配事でもあんの？別に。またそのやめようなんて考えてるんじゃないんだろうね。そんなことないわよ。だって変だもん、ぼんやりしちゃってさ。ぼんやりなんかしてないって。あっ。ほらほらほら。どうしたんだよ、本当に。ごめん。はあ、疲れてるんだな。あ、ちょっと休みなよ、俺が代わってあげるから。ね、でもさ、いいからいいからいいから、大丈夫大丈夫大丈夫。本当？じゃあちょっとだけ。コナミ。あの。どこ行くんだよ。いや、あの、ちょっとさ、30分ほど暇くれない？どうして？あのさ、実は、誰にも言わないでね。なんだよ。実はね、うちのお母ちゃん寝てんのよ。寝てる？うん。妹がいないから一人で寝てるんだけどさ、あの、近所のお医者頼んですぐ帰ってくるから。病気か。それ大変じゃないか。まあ、夏バテだから大したことはないと思うんだけど、まあ、一応心配だから、近所のお医者のその往診頼んですぐ帰ってくるね。いや、帰ってこなくちゃっていいよ。お母さんについててやれよ。でもお母ちゃん叱るからさ。どうして？だって先生に言うと心配かけるから。だから言うなって。だから誰にも言わないで。ねえ、お願い。いや、分かったよ。早く行っとこうよ。ただいま。なんだ、またこんなもん見てんのか。いや、見てると思わない？コナミちゃんでさ。お前は鼻だけじゃなくて目も悪いのか。ああ、それよりね、兄貴ね。兄貴がいなくなってからさ、先生のご機嫌が悪くて参ったよ。そういう時はお前が取りなすんだ、俺みたいに。いや、それやってみたけどね。いや、その上ね、コナミちゃんのことでさ。コナミがどうかしたのか。いや、ヘマやっちゃって先生もうカリカリ。怒られたのか。うん、何度も。かわいそうに。え？はい。いや、あいつはヘマばっかりやってるから怒られたって当然なんだよ。ああ、それよりさ、どうしたのか、何かあったのかね。知らねえよ、俺そんなこと。コナミは？部屋にいない？いないよ。じゃあ風呂かな。風呂場にもいない。おかしいな、ちょっと休むって言ってたんだけどね。なんかよか？俺のシーツがないんだよ。お前、シーツぐらい自分。ねえ、私の枕カバー知らない？君たちね、そんなことぐらい自分でちゃんとできない。ベッドの上ができとらんぞ。ベッドの上が先生もだよ。ああ、なんだ、帰ってたのか。はい。自分だけいい思いしてよかったな。は一休。はい。小波はどこだ。小波は
いえ、それがなんですね、どこにもいないよ。昼間だけじゃ足りなくて夜遊びかい、今度は。いや、先生、そうじゃないです。コナミちゃんはですね。なんだい、コナミちゃんは。先生、ベッドぐらい自分でお作りになったらどうなんですか。なんだと。先生までコナミ、コナミ、コナミって。そんなこと言うから子供たちまで真似するんですよ。だいたい、ハッちゃんもサダボーもね。おい、ちょっと待て。はい。お前、夜遊びなんかしてるコナミの方もって私に逆らおうってのか、おい。いや、私はそんな。そうじゃないか。生意気に子供たちまで説教したりして。先生。おい。お前私よりコナミちゃんの方が大事か。いつからそういうやつになったんだお前は。いや、そうじゃないんです。いいんだよ。よ、それならそれで私にも考えがあるんだ。先生、ただ彦、あつこ、来い。先生、兄貴、変だな。ああ変だな。あれが男のヒコポンテリーだな。何？男のヒステリーだよ。いや、そうじゃねえよ。おかしいのはね、兄貴なの。何？だってそうじゃないか。先生に逆らったこともないのにそれがどうして。別にどうもしやしねえよ俺は。嘘だ。コナミちゃんとなんかあったな。いや、ないよ。そうだろう。しつこいよお前は。俺はお風呂入ってくる。いや、あれ、何にもない。ちょっと待て。やっぱりおかしい。いや、めまいがするんだと。そう、うん、だけどどうしてそれを先生。うん、あ、更年期の貧血だな。一本打っとこう。あ、先生、あの注射はもう私は昔からも。何を言ってるんだい。人一倍大きな体をしておいて、もう。ああ先生、注射はいいって。まあ、でも言って赤ん坊じゃないんだから。ああ、これは細い針だ。ああ、うん、よっ。注射が嫌ならな、男を作るんだな。そうすればすぐこんな貧血なんか治っちまうよ。うん、両方とも嫌ですよ。うん、やった。はあ、痛いわね。しかしあんたも幸せな人だね。いい娘さんがいて。あら、やっぱりそうじゃ、こなみが。心配で心配でしょうがないから見に行ってやってくれって。うま。わしがうんと言うまで帰らんのじゃよ。いや、近頃珍しく親孝行の娘だ。そうだったんですか。どう考えても変だよな。兄貴、やっぱりおかしいよあれは。あ、どうぞ。あ、兄貴、本当のこと言ってくんない。え、ねえ、コナミちゃんと何があったの。まだ言ってる。なんでもねえよ。いや、だってさ、俺はね、どうか。ただいま。あ、コナミちゃん、どこ行ってたんだよ。ちょっとね。おい、どうした。頼んできた。あ、そう。え、帰ってこなくてもよかったのに。んでもさ。何のこと。ん、何でもないの。なんで二人でごちゃごちゃとさ、人が心配してんのに。あ、ごめんなさいね、本当何でもないのよ。コナミちゃん。あ、ねえ、子供たち寝た。うん。だけどさ、先生大変だったんだよ。怒ってた。もうカンカン。あ、そう。じゃあ私謝ってくるよ。コナミ、ちょっと。やっぱり本当のこと言った方がいいんじゃないか。ダメよ、だってお母ちゃん黙ってろって言われてんだもん。いや、ダメよ。兄貴、兄貴、本当に何があったの。なんでもねえ。コナミです。帰ってきたか。入りなさい。はい。どういうことなんだい。すいません。すいませんじゃ分かんないんだよ。納得いくようにだな。説明してみなさいよ。なんだい、朝から晩までちょろ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 打ち上げて。男でもできたのかい。そんな、男だなんてちょっと。じゃあどういうことなんだい。あの、ちょっと用事があって。どんな用事なんだい。だからちょっと。ちょっとじゃ分かんないんだよ。え、ああそうか、言えないのか。いや、そっちがそういう態度ならね、大体お前ね、最近ちょっと態度がでかいよ。子供たちもみんなそう言ってんだよ。知ってます。知ってるか。あ、そうか、ちょうどよかった。それじゃあね、教会に出てってもらおうじゃないか。先生、ちょっと待ってくださいよ。
いくらなんだそれ言い過ぎですよ。お前は出るわけじゃないよ。しかし先生、訳も分からず出ていく。だからその訳を聞いてるんじゃないか。その子が言わんのだろう、それを。ですからその訳はですね、実を言いますと、いや、伊助さん、大体先生ね、コナミコナミって人使いが荒すぎますよ。なんだ、そんな大した給料も払ってないのに。あ、とうとう言ったね、お前。いや、そうか。じゃあ給料が不満でサボってるっていうのか。いや、サボってませんよ。この子はやることはちゃんとやってるはず。先生、それご存知でしょ。おい、お前さっきから何だい聞いてりゃ、コナミコナミってコナミの肩ばかり持って。え、おかしいね、お前ちょっと。おかしいよ。なんか言ったか、お前。え、あ、そうか。お前も激に不満があるのか。そんなこと言ってませんよ。いやいや、不満なら不満で結構。あ、いてくれなくていいんだもん。あれ、とうとう言ったな。何、先生言いましたね。なんだよ、出てってもらおうじゃないか。二人揃ってたった今出てってもらおうじゃないか。ちょっと先生、ちょっと先生、それはそうです。わかりましたよ。出てきます、出てけばいいんでしょ。出てけ。しかしこれだけは言わせてもらいますよ。いえ、何でも。コナミちゃんはですね、別にサボったわけじゃないんですよ。あ、ちょっと、ダメでしょ、先生が心配するから。何、何でもないんですよ。私はね、何も心配なんかしないよ。本当に何も心配しないんです。あ、しない。心配は本当にしないですね。本当だ。それじゃ言いますよ、コナミちゃんのおふくろさんはですね、病気で寝てるんです。あ、結構じゃ。なんだ、先生に言ったら心配かけるって言うんでね、私はね、口止めされてたんですよ。それを何ですか、出て行けた男がいるんだろう。先生ね、言っていいことと悪いこと、そんなに。あれ、赤ちゃん、赤ちゃん待ってろよ。先生、待ってろよ。言わない方が良かったかな。当たり前ですよ。赤ちゃん、つぶちゃん、水臭いじゃないか、あんた。それなら相当、どうして早く言わないんだ、あんた。どこ悪いんだい、熱あるのか、苦しいの。いや、食あたりによる貧血だから大したことないのよ。貧血、血が少ないんだな、じゃあほうれん草茹でてやろう。歩くやつ来たから。どこにあるの、ほうれん草。ちょっと鶴ちゃん、もう大丈夫なのよ。何、もうお医者さん来てね、さっき大きな注射打ったのだからね、起き上がって大丈夫なの。なんだよ、そうか。もう俺びっくりしたよ。泡くってかけてきたからさ、もう喉がカラカラになっちゃってさ、ちょっと水一杯を。あ、ビール飲まいいな、ビール飲まして。あ、ビール飲まいい。あんた寝てなさい、俺やる。勝手にやるからさ、もう勝手知ったら他人の家だから。もうしかしびっくりさせるじゃないか。もうあんなに言うなって口止めしといたのに、しょうがないこと。いや、コナミちゃんが言ったんじゃないんだよ。え、誰が言ったのじゃ。え、まあ、なおとどうでもいいじゃないか。あ、ちょっと、あ、うめ。あ、切れたわね。これでお前のつもりかしら。飲むかい。え、いいよ。イライラするじゃねえか。先生、本当にどうしちゃったんだよ。もしかしてお母ちゃんに何かあったんじゃないの。まさか。もしそんなことがあったら最初にここに電話かけてくるよ。でも私やっぱり心配だから見てくるよ。あ、俺も行くよ。どうしてお前が行くんだよ。え、お前は留守番してろ。じゃあ兄貴が？決まってるだろ、先生はね、俺の管轄なんだから。コナミ行くぞ。で、兄貴、着替えるまで待ってくれ。分かった。ちょっ、なんだよ、コナミちゃんまで。鶴ちゃんと来たら、女に来たんだかなんだか分かりゃしないわよ。鶴ちゃん、風邪ひかないでよ。お母ちゃん、あら、コナミ、あら、大丈夫なの。お邪魔します。あ、まあ、リスケさんまで。先生は、ご覧の通り。ありゃあ、あきれちゃうな。先生、まあ、これだから漫画なんか書いてられるのね。うん、ねえ、お母ちゃん、顔色良くなったね。あ、そうかい。うん、じゃあ、大杉先生の注射が効いたんだね。よかった。本当によかったですね。どうもありがとう。なんだかいろいろ迷惑かけちゃって。とんでもないです。あ、このちょっとリスケさんにおビールでも。あ、そっか。いやいや、あの、もう先生を連れて帰りますので。そんなこと言わないで、ちょっとだけ。いやいや、もう遅いから。あ、そっか。じゃあ私も。何を言ってるんだよ。久しぶりだ。お母さんのとこに行ってあげればいいじゃないか。いや、でも。いいからいいから。そんなことダメですよ。この子はね、奉公に上がった身ですから。まあまあ、そう固いことはおっしゃらずに、もし先生も起きてればそうしろとおっしゃいますよ。ねえ、先生。でも、ね。しょうがないな。さあ、行きましょう。大丈夫ですか。ああ、大丈夫です。まあ、鶴ちゃんも重いからね、大変です。よっ。
さあ、お写真。タカちゃん、じっと待ってくよ。何をおっしゃってるんですか。さあ、行きますよ。さあ、立っとして。大丈夫ですか。さあ、立っとして。なんか、鶴ちゃんもね、ブク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 って言ってるから。さあ、先生、はい、おんぶおんぶ。はい、よし、行きますよ。よいしょ、よいしょ。あー、おんぶ。しかし先生、これでもずいぶん軽くなったんですよ。そうですか。まあいろいろすみません。それじゃあお大事に。ありがとうございます。失礼します。さあ行きましょうね先生。気をつけて。はい、私じゃあちょっとそばで。はい、あ、ごめん。はいはいはい、大丈夫。さあ行きましょう。あ、この辺でもいいよ。リスカさん。あ、なんだ。うん、なんでもないの。そう、じゃあな。うんうんうん。さあ、行きましょうね。気をつけて。ああ、おやすみなさい。あ、私やるってば。はい、ねえ、なかなか頼もしいね。何が？リスケさんさ。そう？そうかな。とぼけちゃって。え？いやなお母ちゃん。え？臨時収入が入るの？せいぜい20〜30万だね。大国工房のマスコットチャランポラン人形が売り出されるというお話。その臨時収入が30万。ところがリスケさんたら3倍もふっかけて、そのお金でみんなで沖縄旅行ですって。大丈夫？なんて心配してやるどころじゃないのよ。嘘かまことか、私リスケさんと初めてのキッスを。いやー、恥ずかしい。